はい、皆さん。えー、こんにちは。今回も真っ黒着ております。えー、本当はですね、ちょっとね、グレーのシャツでも着ようと思ったんですけどね、今回はちょっとね、グレーな話なんでね、果たしてこれから、えー、どうなるかなって言ったようなね、えー、ちょっと話をするんで、ちょっとね、今のところまたグレーなんでね、えー、グレーにしようと思ったんですけど、選択中 <laughs> ということで、えー、黒を引っ張り出してきました。でもかなりね、黒に近いんだよね、みたいな話。で、えーまあ、今回の話はですね、 あのーまあ、私もたまに話をさせてもらってる経済の話なんですけども特にやっぱり経済っていうとですね今現在非常に怖いのが日本から見ればお隣の国ですよね C 国のまあ私もね動画でもすでに23本ぐらい、えー、上げておりますけども例の恒大集団だとかね、えー、それこそ碧桂園といわれているような大手の不動産デベロッパーがもうものすごいね 最悪なるですね決算数値を出しているっていうようなこともね今現在顕著になってきております。えー、まあね何、えー、て言うのかな不動産いよいよですね C 国の不動産バブルが崩壊したといったような見方だとか、えー、もしくはですね崩壊したとしてもこれはねあくまでも C 国の国内で起こっていることだから日本のねバブル崩壊と同じように。 他の国には波及しないだろう。すなわち日本のねえ、経済に対してはそれほど影響はないだろう。みたいな経済学者もいっぱいいますけど、私はそういったようなことを言ってる人たちに対してね、全く逆の立場でいます。みたいなね。え皆さんのその不安をね、煽りたいとか、そういったような気は全然ないんですけども、あまりにもね、やっぱりこの国ね、人がね、やっぱりね、 日本のね人口の何倍もいるっていうようなこともありますけれども、それ以上に規模がでかすぎるんですよね。そういったようなお話も含めて、こ,うこれからね、えー、それこそね、もう短期的な見方じゃなくて、中長期的にどうなるかっていうようなことをね、話をしていきたいなと思います。いつもの通り黒板でまとめてあります。 はい、えー。でですね、またちょっとね、黒板をちょっと今皆さんにお見せしておりますけども、まあね、あくまでもね、最初に申し伝えておきますけども、私の予想がね、ほとんどですので、それが当たるか当たらないか、それは私もわかりませんということなんで、まあ一つのね、まあ、情報というか参考としてちょ、うんまあ、今回のね、動画に関してはお聞きになってもらえれば嬉しいかなという感じです。はい、えー。でね、表題に書いてある通り、C、えー、国の不動産バブルは果たして本当に崩壊したのでしょうかって言ったようなね、 えー、実はですね、えー、今月出ている、えー、文芸春秋。文芸春秋にもですね、こういったような記事上がってるんですね。まあ文芸春秋というと、皆さんもご存知かもしれませんけど、結構記事なんかもぶザーっとね、長いんでね、えー。まあそういったような長い記事も私も読まさせてもらいましたけども、まあちょっとね、いろんなことが書いてあったのでね、この動画を撮っているような次第なんですけど、まあそういったような記事も参考にしながらね、お話を交えてさせてもらおうかなっていう感じです。はい、えー、最初から言いますけども、 まずね、このね、C 国の不動産バブルが崩壊したっていうふうに言われてますけど、現状果たしてどうなのかっていうことからですね。で、このことに関しては、ちょっと上に書いてあるね、この C 国のことをよくね、お知りになっているジャーナリスト、もともとはジャーナリストの方のようですけど、高口光太さんという方がいらっしゃいます。その方がね、まあ、C 国のことに関してはよくご存知ですので、言われているって話。でですね、 まあちょっとね、今からお伝えするような話を、えー、まあ現状ということでね、するとね、本当にね、金額的にものすごいんですよ。もうすでに皆さんもね、ご存知の部分がかなりあるんですけど、まあ例えばですね、まあ不動産の大手ね、第1位のこの非経営に関しても、決算発表でものすごいような数値ね、悪い数値を出してるんですけども、それ以上にやっぱりね、悪いのが、もう2年前からね、実際に最高デフォルトというようなこと、ということでですね、問題視されていた、 え私もね、すでに動画で上げておりますけど、この恒大集団。えー、これがね、まあ、あの、やっと決算発表をしたということで、なんと2年間で11兆円。まあ、日本円に換算すればですけどね。11兆円の巨額の赤字を計上しただとかですね。昨年末の負債総額は、なんとの48兆円だったっていうですね。もう本当にね、どっかの国の国家予算なんですかみたいな、えー、そういったようなものすごいですね、悪い数値を出しているわけです。 で、どう考えてもね、こういったの数値を見ると、もうあの、このね、C 国の不動産に関してはバブル崩壊してるなっていうふうに思うのがね、普通だと思いますけどね。それに加えてですね、もっとこれはね、皆さんまだご存じない方結構いると思いますけども、まああの、C 国という国はですね、いっぱい賞がありますよね。 あの経済特区である上海だとか官庁、まあ、がいっぱいあるね、え、ジン北京はちょっと別にしてもいっぱい省があるわけですで俗にいわれるその地方政府があるんですけども、まあ、その地方政府の財源というようなことでそれこそ、ね、第三セクターがあるんですけどそういったようなところに、ね、いっぱい債券をです、ね、発行させてるんですね。 何かのプロジェクトをやります。それによってね、はい、投資をしてくださいっていうことで、いっぱいね、地方債をね、ばらまいているんです。で、なんとですね、そのね、えーまあ、C 国全体で言うとその債務額は、なんとなんと、1300兆円です。<laughs> すごいわね。本当に桁飾りな数字なんですけど、債権額は C 国全体でもう一回言いますけど、1300兆円。で、この金額がいかにすごいかっていうような点に関してはですね、 例えば、リーマンショックの時のリーマンブラザーズの、えー、トータルの負債額は88兆円というふうに言われておりました。で、あの世界恐慌というかですね、世界、えー、経済がガタガタっときたリーマンショックになったんですけども、これね、1300兆円って88兆円の何倍なんですかっていう話ですよね。10倍どころじゃないっていう話ですよ。ね、17、8倍ですよね。はっきり言ってね。そういったような話になっちゃってるわけですよ。ね。 地方債がいつ何な,なりまあいつね何、えー、て言うのかな爆発するかというかですねそういったねう時限爆弾に今現在になっちゃってるって話です。これが爆発したらとんでもないよねって話ですね。でなおかつねこれはもすでに報道されておりますけども C、えー、国の若年層の、ね、失業率。 これ、それこそね、あの、C 国のその若い人たちがね、SNS に投稿したりね、でもそういったようなことがね、言論統制でもう削除されたりだとかね、されておりますけども、えー、なんとこれ6月かな、6月で21.3%というものすごいね、失業率を叩き出してたんですね。まあ、それだけですね、今現在その大学生が就職先がないというようなことで、C、えー、国の経済に関してはダメージを負ってるっていう話です。 で、まあそういったような21%という数字が出てきたんですけども、翌7月からは、まあこれもね、さすがに C 国っていう感じなんですけど、発表がいきなりえ中止になっちゃったわけですよ。なので今現在の失業率分かんないって話なんだよね。まあこれがね、日本とね、もう典型的に違う点というかね、まあそういったようなことですよ。まあ当然世界からも不信感が募っているといったような中。で、えー、もうね、 実際に進んでいるのが、まあ日本のバブル崩壊の時もそうだったですけど、えー、ね、物価の下落はどんどん進んでますよと。当然経済が悪くなって物が折れない。すなわち物価がどんどん下がる。え、それこそね、デフレスパイラルなん,な,なんていうような言葉がありましたけど、同じようなね、今現在道筋を歩み始めている四国って話です。 で7月においてはですね、ついにね、今までずっとね、右肩上がりでね、それこそ2桁成長をしていたような、えー、この経済だったんですけど、えーまあ、7月のね、同年同月比で、えー、前年同月比でね、見るとですね、0.3%減っていたということで、まあ、デフレがね、深刻化してるっていうような話です。なおかつですね、不動産といったようなことに特化すると、 この C 国の全体の GDP に占める割合のなんとなんと30%がこの不動産業なんですね。いかに影響が大きいかっていう話がよくわかりますよね。で、えー、まあちょっと下にはこの碧桂ーの写真ね、を載っけときましたけども、まあ今現在とんでもないような債務額を追ってるって話です。はい次のページ。で、今現在のね、 状況ちょっとお話しさせてもらいましたけども、じゃあ原因はっていうことが当然ね、えー、考えられますよね。で、これもね、すでに私も話をしてますし、他の YouTuber の方も話してるかなっていう感じなんだけど、例えばですね、不動産がずっとですね、加熱していたこの C 国の市場に関して、2020年にはね、レッドライン、3つのレッドラインと言われる、まあ日本で言うとですね、あの1990年に行われた不動産のね、えー、金融庁、 あれえー、っとそうですね、あの当時のですね、えー、発表された不動産総量規制と全く同じ。要はですね、財務数値が悪いようなこの不動産のデベロッパーにはもう貸し付けしちゃダメよって言ったようなね、そういったような規制が。 え、まあ、敷かれたわけです。当然、そんなことを受ければですね、俗に言うか、ようなですね、そのデバレッジをいっぱいかけているようなとこ、えー、財務数値が悪かったとしても、とにかくいっぱい金を,お金を借りてですね、より高いね、事業利回り、この不動産デベロッパーとしての事業利回りがね、上げることがで,できれば、企業としての企業価値はどんどん上がっていくし、企業として成長するといったようなね、えー、そのね、よく、 あのまあ、そういったようなことが行われますけどもまさしくねそういったような不動産デベロッパーには大打撃だったっていう話まあ日本のねあの不動産総量規制と基本的には同じですよね。でそれとともにやっぱりねなおかつあったのが流行り甘対策これもねニュース等で皆さんもご存知だと思いますけども例えば2020年においては湖北省をね全部封鎖しただとか 一ヶ月間にわたって、もう中国、中国全土でね、外出の自粛とかありましたよね。もう徹底的な感染症対策を行ったんですけども、それによって、経済がどん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 下振れていったっていう話。あとはね、ここら辺はね、ちょっとこの後半部分に関しては、ちょっと日本とはかなり違うんですけども、終わらないバブルなんていうことを書きましたけどね。えー、要はね、 あの基本的にこの不動産投資という考え方が,考え方がまあ全世界的に見るもしくは日本等から見るとだいぶ違うんですね。 例えば、日本でね、えー、まあ、何でもいいんですけど、例えば、アパート経営をします、しますと。でね、その家賃収益が、その実際の投資額に対してね、えー、まあ、家賃収益が利回り6%、7%ありました。故にですね、えー、この家賃、えー、アパート経営に関しては収支がね、いい。みたいなね、そんなようなことが、日本の不動産投資ね、でよく行われるんですけども、 全然違うんですね。このね、C 国のこの不動産投資に関するね、やり方っていうのは私もあの過去の動画の中でいろいろ話をさせてもらいましたけど、彼ら全然違うんだよね。彼らのやり方っていうのは、えー、まずね、こういった背景があるんですけど、不動産のですね、家賃収益、この利回りがね、だいたい2%ぐらいなんですよ。要はどういうことかっていうと、それだけね、家賃が低いんですよ。安く借りられる。で、住むだけだったらね、その家賃、 本当にね、その不動産っていうことに関して、住むだけであれば、それこそね、安い家賃を払ってればいいという考えになるので、要はね、住むだけにローンを組むとか、そういったような感覚がないんですよね。あくまでもこのの不動産っていうのは 必ずね、値上がりするといった、まあ、俗に言われるバブル思想というかね、そういったようなことが頭の中にあってね、えー、もう不動産を買っとけば、土地を買っとけば必ず上がるといったようなことで、バンバンとにかく買うと。それに対してですね、 えー、その人に貸すだとか、そういったような観点が、あ、C、あの、C 国のね、人たちの投資家にはあんまりないんです。故にですね、例えば、前もお話ししたんですけども、まだ全然、例えばマンションが建っていない、さらちの状態でね、もう買っちゃうだとかね。で、建物がね、完全に買い、えー、もう完成する前、当然ですね、その大規模なね、不動産プロジェクトがあれば、2年も3年もね、工事期間ってあるんですけど、それこそね、 更地のままで買ってておいでですねでそれがね1年ぐらい経って例えばまだ30%ぐらいしか建物建ってないんだけどでも値段が上がれましたそこで売っちゃうんですよねこれが C、えー、国の不動産の投資のね基本的な考え方要はどういうことかっていうと必ず不動産は上がるというですねそういったような思想があるわけですねでこの一番下に書いてある通りねこれもねやっぱり日本とは全然違いますけどまあ日本のね例えば若夫婦が 結婚しててこれから頑張ってね、じゃあ例えば結婚したこれから子供もできるじゃあマンションを買おうかみたいなことで最初に結婚してから2人で頑張ってローンを組んでねマンションを買うこれ普通の日本のね、えー、若夫婦の、まあ、考え方ですよね全然違うんですねというのもさっきも言いましたように今までの、えー、この C 国であれば不動産は必ず上がるといったような考え方がありますから要はねあのマンションを持ってないと結婚できないと。 <laughs> っいうな感覚があるわけですよどういったことかっていうと要はですねこの人不動産も持ってないのマンションも持ってないのはっきり言って経済大丈夫みたいなことでお嫁さんが来てくれないとかたやね不動産を持ってる例えばね、えー、俺はもうその不動マンションの部屋をね2部屋持ってるなんていうことになるとあそういった資産は必ず上がるっていうことでお嫁さんがすぐ来るわけですよこういったような実態があるわけですねでまあちょっと上に書いておいたように要はそういったような感覚があったのでバブルが終わらないんですよ といったようなことが、えー、まあ、この C 国のね、今までの考え方だったわけですね。はい。で、次の最後のページ。じゃあ、まあ、こういったような状況であったんですけども、えー、まあ、その恒大集団だとかね、あの、閉経園の、その今現在の決算発表なんかを見ても、どう考えてもですね、さっき言ったように、恒大集団は48兆円のね、負債を抱えてるわけですよ。いつ潰れてもおかしくないといったような状況の中で、 なおかつね、不動産科学はね、今現在、えー、例えばその碧桂園の、えー、不動産、えー、プロジェクトでね、デベロッパーとしてこれ、このマンションがありました。でもなんかね、建設途中で止まっちゃいました、みたいなことがあるわけですよね。でも買った人はね、ローンだけを払わなきゃいけない。といったような、もう、まあ、なんていうのかな、本当に購入しちゃった方がね、お気の毒、みたいな状況になっちゃってるんですけど、これに関して果たして特効薬はあるんですかっていう考え方があるんですけど、 まあ日本が行ったような、例えばね、現金給付みたいな考え方ありますけど、じゃあこの現金給付をしたからですね、えー、この C 国の経済が上がるんですかっていうことなんですけど、これに関しては C 国の政府は非常に否定的な考え。要はね、例えばですけども C 国の一人当たり、まあ日本円にして約2万円ぐらい給付したとするとですね、C 国の財源としては、なんとなんとですね、1兆4000億元。 すなわち28兆円が必要になる。それだけのものすごいお金が財源として必要になっちゃうんですよ。じゃあそういったようなことを簡単にね、C 国として、政策として挙げるでしょうかといったようなことでね、非常にね、クエスチョンマークが10個くらいついちゃって、こういったような議論が否定されているっていうような状況です。 まあでも、ですねそういった中でもこの不動産がねもうどん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 ん下落基調なおかつ、ですね他のさっき言ったように物価がどんどん下がっているというような状況でどうにかしなきゃいけないということでじゃあ、どうするんですかということで本格的なねこれからデフレを迎えるかもしれない。 じゃあねこの低金利政策、まあ日本が行いましたけどね、そういったのことをやっぱりね、継続させながら、やっぱり様子を見ていくしかないのかなっていったようなところが、今現在のえこの C 国の経済の実態だっていうところです。まあそういうことなんですね。なのでね、えーまあ、ちょっとここで一回切りますね。はい、えー。でですね、ちょっと今、黒板でいろいろね、説明をさせてもらったんですけども、 まああのー、C 国の不動産バブルが崩壊したと言われてますけれどもその原因、そしてこれからの対策どうするのかで今現在の現状といった観点をお話しさせてもらったんですけどもじゃあ果たしてですね、えー、これ本当にね例えば C 国の、ね、金融が大丈夫なのか、ね、その不動産融資をいっぱいしているような、ね、金融機関大丈夫なんですかみたいなことが当然懸念されちゃいますよねで皆さんもね。 えー、この日本のバブルを思思いいい出してもらえればいいと思うんですが日本のバブル崩壊したのは1990年のさっき言ったように不動産総量規制が、ね、行われてからガタガタっとですと、ね、株価もバーッと下落不動産価格もバーッと下落したんですけどもかた、えー、や、ですねじゃあこのね金融機関実際の金融機関が破綻したのはその不動産総量規制が行われてすぐに金融機関破綻しましたか そんなことないわけですよね。やっぱりそこにはタイムラグがあって、1年、2年、3年といったタイムラグがあって、それこそですね、絶対途銀は潰れないって言ったようなところがね、 具体的に経営破綻に追い込まれたりだとか、あとはね、例のね、四大証券の一つであった山市証券が潰れてね、社長が涙の会見をやったって言ったような、そういったようなね、とんでもない過去があったわけです。すなわちですね、今現在この不動産バブルが中国で、あ、C 国でもね、崩壊したと言われてますけども、当然それをね、大量に貸し付けている、要はね、不良債権の温床になっているような金融機関、大丈夫なんですかみたいな話があるわけですよ。 でも、そういったようなことで、具体的にですね、結果が出てくる、そういったような影響が出てくるのは、すぐじゃないわけです。今からね、やっぱり最低でも1年、2年ぐらいは、タイムラグを得てですね、実は、みたいなことでね、はい、えー、ね、バンコブチャイナ大丈夫なのみたいな話になってくるわけですよね。 でもやっぱり日本の経済学者の中で言うと日本のバブルと同じようにあくまでも C、えー、国の、ね、原ベースで行っている、ねそのね、通貨である原を、ねえー、ベースに行われているようなあくまでも国内取引だけだから、えー、日本国の日本ののですね、その経済にもそんなに影響はないだろうって言ってるんだけどとんでもないわけですよ。というのもね、今言いましたようにそういった金融機関のね 金融機関が破裂するかもしれない。さっきのね、地方債券の話があったじゃないですか。1300兆円ですよ。これ破裂したらとんでもないよね。えー、それこそですね、もうめちゃくちゃな話になっちゃいますけど、そういった影響がね、果たして本当に日本に来ないの来ますよ、絶対。っていう話ですよ。この C 国系のですね、はっきり言って資本は全部ね、日本から撤退されちゃいますからね。といったようなことも考えると、日本からの、えー、そのね、資金のね、引き上げだとかっていうことも含めて、 要はね、影響は計り知れずというようなことは私は思いますけどね。というふうに私は思っております。まあ、あくまでもあの予想ですので何とも言いませんけども、まあちょっと今回ですね、お話をさせてもらった、このね、C 国の不動産バブルの崩壊と言われている。 原因でしょあ今現在の現状でしょで、起こった原因でしょで、それに対する特効薬っていったような観点を全部見極めたとしてもですね、日本に対する、もしくはね、私が今現在居住しているような東南アジアの経済に対するね、影響はないのかって言えば、いや絶対あるよ。で、しかもその影響が起こるのは、起こるのはすぐだけじゃ、すぐじゃなくてね、 それこそタイムラグを置いて1年後2年後かもしれないもしかしたら5年後ぐらいかもしれませんけどね、まあ、それはちょっと分かりませんけどいずれは出てくると思いますよっていったようなことをねちょっとお話しさせてもらおうかなというふうな動画でしたということですね。 ちょっと冒頭で,冒頭でお話しした通り、皆さんをね、えー、なんていうのかな。なんか、えー、そんなこと言わないでケイちゃんみたいなことで、怯えさせる目的の動画じゃありません。あまりにもね、日本の経済学者、ちょっとね、短絡的な思想を持ってる人があまりにも多いので、そういったようなことに対する注意喚起じゃありませんしね。いや、ありませんけども、そういったような観点でお話ししたのと、私もね、前の動画でお話ししましたけども、あの、海外不動産ね、いくつかやってるんですよ。 マレーシアだとかラオスだとかね、そういったようなところで、海外の不動産、結構危険な目もあってますけどね、そういったこともやって、まあ失敗もあったし成功もあったんですけどね、トータルで見るとトントンぐらいかな。<laughs> だから結局投資した意味がなかったみたいな感じなんだけど、まあでも損はね、そんなにしてないんだよね。まあそういったような結構ね、まああの経験があるもんで、いや、不動産投資、さっきのね、日中の えー、その不動産投資のやり方がこんだけ違うよっていうことも話しました通りですね全然違うんですよだから日本の国の中でいるとね全然見えない部分があると思うんでねちょっと話をさせてもらった次第です、ね、ちょっとねどう思いますかっていう感じですねはい今回もありがとうございましたじゃあねバイバイ